この物語には自分が主役の人生を一度も生きたことのない女性の約60年間の秘密が詰まってる。おばあちゃんは自分の意思とは関係なく家族が生き抜くために結婚した。それでも幸せを見つけることをやめなかったおばあちゃん。それはきっと家族が全ての人生だったから。私たちの世代はこんなに自由な世の中なのに、お互いの気持ちに正直になれない。どうやってこんなに愛することが下手になってしまったんだろう。私はこの映画を通して、何があろうと生涯祖父についていったある主婦の本当の声を届けたい。証が実現されるかは全てあなた次第。私は祖母の世代がいなくなってしまってからも、映画を通してあの時代を語り継ぎたい。忘れないように。